はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きからですね、やっていきたいと思います。突如ハザードキューブに飛ばされて、まあ、拠点にも戻れないということで、減ったまんまだな。とりあえずヒットポイントだけでも回復させとくか。まあとりあえずここにいてもしょうがないんで進んでいきましょう。道がそもそもわからん。おかしい、体が重い。まさかまた力を失ったのか。おーい、誰か、声、太郎か。なんか太郎もしやさらに小さくなったとか。ノーエンカウントはまだ続いてるし。おーい、どこだ。お前の足元だ。ふう、助かった。悪い、霧が濃くて見えなかった。いいんだ、それよりここはどこだ。それがよくわからないんだ。リリスの暴走で気を失って目が覚めたらここに。私も同じだ。ここは別のキューブなのかもしれないな。今までに見たことのない空間だ。そうだな。ん？ところでアンクはどうしたんだ。そういえば気づいた時にはもういなかったな。別の場所に飛ばされた可能性もある。無事だといいのだが。それに別動隊の消息も気になる。そうだ、通信を。ヒーローたちは別動隊に通信を試みた。しかし応答はなかった。しょうがない、少しあたりを調査してみよう。うん、これ何？あ、別になんてことないか。シューシュー、ロボットか。インペライザー、ロボット兵器だ。チュイーン、ガッ、ウルトラ念力出ない。こんなところで負けるわけには。うおー、うはー、力が入らない。私もウルトラ念力が出せない。はあはあ、ここに来てからずっと体が重いんだ。チュイーンチュイーン、く、聞こう。お得意撤退。ヒーローたちは全速でその場から離れた。逃げ延びた先は別のエリアだった。え？もう別のエリア？ハザードキューブ。あ、いきなり、あ、ちょっと待って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 。行きたいのにあそこに。勝手に進んでいく。ここは？いやー、目の前に中継地点があるじゃん。あれは、ビートスター天球か？ん？ということは、あの霧はビートスターの。さっきの霧がどうした？あれは、ビートスターが作り出したものだ。俺たちの力を奪うためにな。あの霧のせいだったのか。その証拠に、このエリアに出た途端、体が重くなった。じゃなくて、軽くなった。重くなってどうすんだよ。霧を晴らさない限り、あのエリアでの行動は危険だな。だが、ここだったら、そうだ、拠点に戻れるかもしれない。しかし、相変わらず原因不明のエラーによって拠点に戻ることはできなかった。仕方ない。まずはこのエリアの調査を進めよう。リジェスが本当に復活したのか、ここは一体どこなのか、わからないことは山ほどある。そうだな。あれ？あれ？なんかいる。ユートピアドーパントじゃないか、あれは。戦うの？これ。と、回復させとこう。ギガスピリットタブでいいや。とりあえず、ライザーと、ライザーじゃなくて、グアンタと、ウルトラマンかな。よし、OK。OK じゃないけど。これ以上は行かせませんよ。ユートピアドーパント、生きていたのか。確かに。それはこちらのセリフです。ヒーロー諸君、よくもまあご無事で。リジェスは復活したのか。それにここは一体どこなんだ。リジェス様は復活されました。ここはリジェス様が生み出した新たなキューブです。何？リジェス様だと？そう、リジェス様は偉大な目的を果たすために復活されたのです。手始めにビートスター天球を先兵として地球の破壊を行います。地球の破壊？なんてことを。
てか地球ってどこなの今までのキューブって地球なの、そもそも。ビートスター天球そのものが巨大質量の破壊兵器です。これをぶつければ地球などコッパみじん。エリアルはどうした？それにシナンジュやクライシス帝国は？あいにく感知しておりません。私は一回の力に過ぎませんからね。リジェス様の障害となるものを排除するのが私の役目。ヒーロー諸君、この場で始末してくれましょう。はあ。くっ。その時通信機から光の声がした。こちら光、応答せよ。こちら光。光、おお、無事か。ああ、だが拠点に戻れないんだ。そうか、やはりな。だが大丈夫だ、こちらの修理は完了している、戻れるはずだ。わかった。え、目の前に中継地点があるのに。みんな一旦拠点に戻るぞ。逃げる気ですか？ふん、まあいいでしょう。しかしこの先へ行くことはできませんよ。ヒーローたちは拠点へと戻った。便利だな敵を目の前にして戻れるのか。拠点はリジェスの暴走、すなわちリジェスハザードで発生した衝撃波によってひどくダメージを受けており、光たちが復旧作業に追われていた。アイテムラボの修理はどうだ？もう大丈夫よ。クエストルームの修理も終わったわ。残りの細かい設備のチェックは俺とアストラでやる、任せておけ。頼んだぞ。よし、これでメイン機能はほぼ復旧できた。そうか、拠点にまで衝撃波が襲ったのか。恐るべし、リジェスの力だ。だが反面、この程度で済んだのも不思議だ。本当にリジェスは復活したのか？信じるかどうかは別にして、敵はそう言っていた。ただ、新たなキューブが生まれたのは確かだ。楽観視は危険だと思う。最悪の状況を念頭に置いて行動したい。そうだな、キューブの様子を詳しく聞かせてくれ。ヒーローたちはキューブ内の状況やユートピアドーパントについて話をした。なるほど、その話から察するにユートピアドーパントはリジェス支配下に置かれているようだな。ああ、私もそう感じた。しかし、リジェスほどの巨大な力を持つ者がビートスターの天球などという一階の兵器を使って地球侵攻を企てるというのは今一つ腑に落ちないな。いや、あの天球はいくつもの宇宙を旅し、有機生命体の存在する惑星を破壊してきた。一回の兵器といって片付けるにはちょっと規模がでかすぎるぜ。そうか、もしリジェスが本来の力を発揮すればそんなものじゃ済まないだろう。ってことは何かの理由でリジェスは本調子じゃないってことじゃねえか。確かめる必要があるな。そうだな、まずは天球の進行を阻止しつつリジェスの本体リジェスコアを探すことだ。それと別動隊とも連絡が取れない。同時に彼らの捜索もやってほしい。行方不明になっているのはグレンファイヤー、ミラーナイト、ジャンポット、バース、メテオ、ノーベルガンダムにカプル、それとビースト、アクセル、セブンだ結構いっぱいいるな。あとアンクも忘れないでくださいね。忘れてたアンクもいないのか。あいつは特に心配だ。我々と違って不完全な体だからな。不完全って太郎もだろ。アンクだってきっと無事さ。とにかくまずは天球の進行阻止だが、それにはあの霧のエリアの捜索が必要だな。だがあそこじゃまともに戦うこともできない。霧を何とかしない限りな。そうだ、ウルトラベルがあれば霧を晴らすことができるかもしれない。そういえば太郎は昔その方法で地球を救ったことがあったそうだな。地球を救ったのか。マジか、その体ですげえな。当時は大きかったんだ。しかしウルトラベルはクライシスに強奪され、それっきりだ。どこにあるか見当もつかない。とりあえず捜索ができそうなエリアから当たるしかないな。わかった、よし、では各自準備を。あ、光、ちょっといいかな。どうした？なでしこ、いや、ソルスイッチの解析はどうなってんのかなと思って。解析は正直なところ難航している。それに加えて今回の一件だ。解析装置が今まで通り作動するかもわからん。そうか、すまんな、後でもう一度試してみる。ああ、ありがとな。おお、アイテム追加。再びハザードキューブへ。意外に早く帰ってこれたな。アイテム使った意味なかったし。と
とりあえず機能としては全部大丈夫そうだから、射撃攻撃1回無効、3ターンごとに SP 回復、いいね。不屈、あとはアイテムラボに行って、まあここら辺は特に変わってないからアイテムを預けてと。うん、じゃあとりあえず再び行きますか、ハザードキューブへ。休憩地点1。あー、ユートピアドーパントちゃんがいるよ。どうすればいいんだ一応セーブをしておこう、せっかくだし。戦うのかな。一応こっちはもう万全な状態だぞ。よし、じゃあちょっと話しましょう。おや、戻ってきたのですか。この先へ行くことはできないと言ったはずですよ。わからず屋にはお仕置きをしなくてはなりませんね。覚悟なさい。さっきは油断したが、今度はそうはいかない。ユートピアドーパント、貴様を駆逐する。いや、普通に戦闘になったし。ユートピアドーパントか。まあいつも通りのあれでいきましょう。まずはこれパニックにはならないだろうな。もうひるまないから使わなくていいかな。杖で殴ってきた。おーおーおーおお、物理攻撃無効。物理攻撃が無効ね。エネルギー攻撃できれば大丈夫だ。これもエネルギー攻撃 OK。 こいつは回復だな。痛い。うわー、そうだ、下がるんだ。くらえ。もうみんな下がってる。結構まんべんなく狙ってくるな。アストラ、ウルトラマンがな、赤カラータイマーになると攻撃役が2人になっちゃうからな。いてーだがそのうちにメーターを貯める。これだけだったらな、楽なんだけど。いや、ここはあれだな、トランダムを使おう。アストラ、ユニコーン、ユニコーンにしよう。トランダム、キャンマ、おお、強くないなマジで強くないな。ポイント、とりあえず一旦トランザムライザー、こいつ攻撃に入ろう。ライザーソード超強い。仮面ライダーが若干の弱さがあるな。攻撃してもいいような気がするけど、とりあえずガードするか。いや、ウルトラマンは攻撃したい。自分にこれを使ってヒールレインにしよう。いや、ヒールでいいか。アストラ、俺はそれでも、GN ウルティメイトゼロソード、これ使おう。で、ビームマグナム、ヒールレイン、くらえ。マグナム、おお、
おっとっと、トランザムが切れたか。いやでもこれでもうおしまいだな。バスターソードのユニコーンボンドのこいつは普通に攻撃しよう。マキシマムドライブコンボが弱いんだよね。1100か、くらえ。反撃で倒した。ユートピアドーパント、これで終わりか。たとえこの私が朽ちてもリジェス様の計画は止まらない。安らかに眠れユートピア。やはりリジェスの意志に支配されていたようだ。回復させよう。でこのまま進んでいきますか。うわ減る、40くらい減るな。一回帰ってミノフスキーなんとかをちょっと買ってこよう。アイテムラボでミノフスキークラフトか、3つくらい買っとこう。では再びハザードキューブへ。ミノフスキークラフト100歩か。まあ微妙っちゃ微妙だな。こっちがいけるんだかいけないんだか分かりづらいな。ここは？あれは3本の杭。近くにクライシス帝国が。クライシス帝国はこのキューブとある場所に潜み、人知れずヒーローの動きを察知していたのだ。とある場所に潜みか。ヒーローどもめ、生きておったか。はい、先ほどから溶岩地帯を嗅ぎ回っているようです。しかしご安心ください弱小軍、基地への入り口は石柱によって封印しております。封印を解く鍵は3つに分け、それぞれ別のものに持たせております。いくらヒーローといえどもあの封印を解くのは至難の業と言えましょう。そうか、それを聞いて安心した。だがくれぐれも警戒を怠るでないぞ。それで安心するか。今までいろいろ失敗してんじゃん。気をつけろ、すでにクライシスの監視下にあるのかもしれん。ヒーローたちは慎重に探索を再開した。まあ、あんまり慎重にはならないけどね。サクサク行きましょう。サクサクと。ここの敵は初めてですね。おお、マグマ星人が普通に出てくる。ガイナーバラスも出てくる。今の俺には敵ではない。うん、敵じゃないね。あとはどこだ？ここなんか変な家みたいな方に向かってるけど。レッドギラスとブラックギラス。うわ強っ。全然家関係なかった。なんかどこが広場なんだかちょっといまいち分かりづれえな。このパターンか。これで倒せることが分かったから。おお倒せない。さっきなんで倒したんだ。理由が分からない。クリティカルでも出たのかな。ちょっと勝手に始まった戦闘音が聞こえる。誰が戦ってるんだ。ピギー、円盤生物ノーバ。ピギー、助けはいらない。この程度の敵は俺一人で対処できる。メテオ、ノーバというのか。行くぞ。ファーター。次でお前の定めが決まる。グワー、さすがだなメテオ。お前たち無事だったのか。ああ、この通りだ。
お前もリジェスハザードに巻き込まれたのか？リジェスハザードというのか、巻き込まれてここで目を覚ました。他のメンバーはどうした？バース、カプル、ノーベルガンダムは？行方はわからない。だが多分俺と同じように、そうだな、このキューブのどこかに取り込まれているんだろう。一刻も早く探し出してやりたい。ああ、とりあえずこの周辺から捜索を始めている。手伝ってくれるか？もちろんだ、行こう。ん？ちょっと待て。ダブルオーは地面にキラリと光るものを見つけた。なんだ？ノーバが落としたものか？それは金属製のプレートだった。何かの破片のようだな。とりあえず持っておこう。ああ、よし。では仲間の捜索を再開しよう。とりあえずこっちでは良さそう。これ広場だな。やっぱり。なんだ？あの奇妙な柱は。三角のへこみがあるぞ。これもクライシスに関するものかもしれないな。あの3本の杭といい、 RX に聞いてみてはどうだ。そうだな。太郎は拠点に連絡し、 RX に柱の映像を送った。これは開魔界へ扉を開く装置だ。開魔界？クライシス帝国が存在する場所だ。太郎、ノーバが落とした金属のプレートを三角のへこみに埋め込んでみてくれないか？わかった。カチャ。はめたぞ。映像見えるか？ああ、おそらくそれと同じものがあと2つある。すべてはめ込めば、開魔界への扉が開く。その扉の向こうがクライシス帝国の拠点ってわけか。ああ、きっとそうだ。だが残り2つはどこにあるんだ？見当もつかないぞ。円盤生物が持っているんじゃないか？残り2つも。なぜそう言える？円盤生物を操る水晶玉はクライシス帝国が持っているはずだ。開魔界の扉は閉ざされているが、いざ開ける必要がある時のために鍵を3つに分けて配下に持たせているのではないだろうか。憶測の息を出ていないと思うが、まあいいだろう。円盤生物なら他にも見た。まだ近くにいるはずだ。辺りを探してみてくれ。開魔界への扉っていうか、強い奴らが守ってんじゃないのかよ。メテオにあっさりやられたじゃん。これより大丈夫か、ジャック将軍。それを聞いて安心したって言ってたけど、これは誰？ガガだ、ガガ。ガガなんて出てくるんだ。弱っ。まあとりあえず開魔界の扉を開くために、あ、いつの間にかミノスキークラフトが切れてる。ちょっともう一個使うか。100歩だからな、ミノスキークラフトちょっと少ないよな。イナクトとか。ここでイナクトが出てきてもな、もう雑魚キャラとしか認識がないんだけど。まあそろそろダブルオーが上がるけど、お、なんかある、なんかあったよね今。気のせい。あと1回でダブルオーがレベルアップする。わ、気のせいだった。これだ。よくわからない柱みたいなの。てか相変わらず広くなってんな、マップが。宝箱が見えるけど。こっちも宝箱があった。いなくと3匹か。レベルアップ、6000円。あのお金は誰が置いたんだろう。こっちもただ宝箱ルートっぽいな。美しいオパール。
ちではなかったということか。こっちに行けますね。よし、ウルトラマンゼロ。ようやく47か。レベルの上がりが遅い。お、こいつはデモス。出やがったな、円盤生物デモス。え、なんでこう仕掛けるかとか言ってくるんだ。まあ仕掛けましょう、普通に。もちろんだ、行くぞデモス。いきなりだったからかな、選択肢を与えてくれた。とりあえずまた例のパターンで。回復は大丈夫かな。お、なんか弱点っぽくなかった今。早すぎて分かんないけど、ハイパーバズーカ使おう。おお、炎が弱点か。おお、完成した。めんどくさいこれは。ユニコーンで回復させよう。ライジンガンダム、ウルトラゼロキックにしよう。じゃあ炎なんかあったっけ。他ない。超回クレネード、おお回復された。間違えた。アストラップ、なんかもう倒せそうだけどな。でも3溜まってないとヒーロー技2が使えませんからね。どうしよう、自分にかけとくか。っていうか使うまでもないな。このままトランダムコンボ、ランダムコンボ、これで大丈夫でしょう。よーし、弱かったな。デモスが倒れた後には金属プレートの破片が落ちていた。よし、私の推理が当たった。ヒーローたちは金属プレートの破片を手に入れた。あと一つだな。この先へ行ってみよう。行きましょう。結構楽勝だな。あんだけ自信満々に言ってたのに。やっぱりボスガンはボスガンでしかなかったな。イノスキークラフト使わないと。あそこになんかありそうで背景なんですよね。お、イナクト手に入れた。あ、宝箱か。全然いけないけど。ガイナバラツが3体出てきた。チップが欲しいな、チップが。ここはだいぶダメージ床が続くな。なかったらかなりめんどくさかったな。ブラックガロンまで出てきた。多分アタックアタックのこれでいけるな。おお、ここはめっちゃダメージ床ゾーンだな。どこは広場っぽくない今のここ。
ただクアンタの全然広場じゃなかった。 SP がだいぶ減っている。食らったか。これなんかショートカットゾーンとかないのかな。そろそろダメージ以下の効果も切れそうだし。うわ切れた。これめんどくさい。あとどれくらいだ。40減るからな。あそこの広場に行って何にもなかったら帰ろう。あーしかも SP 回復が、あの直前で一回ここでヒール2を打とう。ヒールレインだった。よし、今度は円盤生物ブラックテリナだな。よし仕掛けよう。もちろんだ、行くぞブラックテリナ。ツインドライブフルサイコフレーム。ジョーカーグレネード。うん、なんか弱いな。このままガンガン攻める。まだまだいける。そろそろ回復か。あとこいつのアストラかわされたー。プリズムブレイク。で、もう使っちゃおう。ライザーソード。これで大丈夫でしょう。アストラ。プリズムブレイク。で、バスターソード。こいつはユニコーンコンボ。うん、これで倒せるはず。よーし、レベルアップ。いやボスガンご自慢の円盤生物も弱かったな。よし、また私の推理が当たった。ヒーローたちは金属プレートの破片を手に入れた。これで3つ揃ったぞ。早く戻って石柱のへこみにはめ込もう。待て、あそこにも何か落ちているぞ。ダブローが指差した先にも何かキラリと光るものが落ちていた。まだプレートが？いや、これは人形、いや、スパークドールズだ。何？見せてみろ。メテオが拾い上げたそれはシーゴラスのスパークドールズだった。シーゴラスか。おっと、スパークドールズが突然何者かの攻撃を受け、メテオは手にしていたスパークドールズを落としてしまった。いかかかかかー、イカルス星人。このスパークドールズは俺のものじゃないか。返してもらう。イカルス星人はスパークドールズを拾い上げると瞬く間にその場を後にした。待て、我々も追うぞ。え、この先？いや、戻ったな。くっ、メテオ、やつは見失ってしまった。そうか。う、誰だ？俺だ。あいたたたた。バース、どうしたんだ？耳の尖った星人に不意打ちを食らっちまった。はあ、はあ。そいつはイカルス星人だな。俺はここで怪獣の人形を拾ったんだがな。いきなりそいつが現れて奪っていきやがった。体、大丈夫か？俺としたことがあんな奴にやられるとは情けない。はあ、はあ。やつめ、
パークドールズを集めて何を企んでいる。捕まえて聞き出したいが、このまま追い回すのも効率が悪いな。ここは開幕会の扉を優先したらどうだ。そうだな、戻って石柱にプレートをはめ込んでみるか。太郎、俺はバースを連れて一旦拠点に戻る。石柱はお前たちに任せた。ああ、わかった。そっちも頼んだぞ。俺も回復するために一旦拠点へ戻る。ということで戻りましょう。はい、というところで、では次回ですね、石柱にプレートをはめ込みにまた行きたいと思いますので、今回はこれで終了します。